おはようございます AM テクニカル分析ですフォレックス TV ジャパンの石田がお送りします朝のこの時間はチャートを使ったテクニカル分析で前日の値動きの復習と今日の東京マーケットの動きを予測しますそれではアセンダントの山中さんよろしくお願いいたします 昨日は東京市場では日銀の株式買い入れのニュースに反応して、やや円安に動きましたが、ここ数日と同様に90円を超えることができませんでした。まあ、こうした動きから、ドルの重たさ、上値の重たさを改めて感じさせる結果となっています。 その後は前日に続いて、欧州通貨の買いが強く、その動きがドル売りにつながっていきました。ユーロドル、一時点1 3 0 5 8レベルと、日中の高値から250ポイントほど上昇し、ドル円も円高が進行したわけですけれども、欧州通貨の動き、クロス円の方にも波及しています。ドル円、ニューヨークの引けにかけてはほぼ行ってこいの動きとなり、前日同水準なんですけれども、今日はユーロドル、大きく動いてますので、ユーロドルのチャートを見てみたいと思います。 ユーロドル前日の1.27台で、まあ、目先の安値をつけた格好となっています。一度は1.29台で上値を抑えられたものの、入浴時間に入り、まあ、再び1.29を超えてきたと。こうした動き、また、株価上昇に伴う、ユーロ円の買いに支えられて、1.30台まで上昇する動きとなっています。 ただ、転換線、青い線ですね。1.3020に位置していますので、引き続き、まユーロは強い流れにあるものの、ま現状一旦勢いが弱まり、この転換線を中心とした揉み合いに入りやすい状況にあります。 本日、1.2910レベルがサポート、1.3170レベルがレジスタンスということになっていますけれども、上値につきましては1.31ちょうどレベル、まあ、一旦止まりやすい水準かと思います。まあ、基本は転換線1.3020を中心としたもみ合いを想定しておくといいかと思います。以上です。山中さん、ありがとうございました。以上、 AM テクニカル分析を終わります。次の放送は午後の FX フラッシュです。フォレックス TV ジャパンの石田がお送りしました。